瀬崎さん聞こえてる？ねえ、勇者のお話覚えてらっしゃるかしら。民衆が誰も助けてくれなくても誰も分かってくれなくても、たった一人で世界を救う勇者のこと。セクロ。でもね、瀬崎さん、それ以上に素晴らしいことがあるの。それって何か分かります？それは勇者の夢や気持ちが民衆にも分かってもらえること。みんなが分かってくれて、みんなが助けてくれて、みんなで一緒に世界を救うの。それって一番素晴らしいことじゃありませんか？何をしている？私、分かってほしいんです、瀬崎さんに。ねえ瀬崎さん、私たちってそんなに変わらないわ。私が今やろうとしてることってとても悪いことなんです。だから瀬崎さんはきっとやめろと言うんでしょうね。だって悪いことだから。な、筒井刑事のポケットにこれが。善人の瀬崎さんなら正しくないことをやめろとおっしゃるわ。おい、任せ、やめろ。でも私も分かってます、正しくないって。ね、私たち思っていることは全く同じなの。やめろ、おい！これって正しくないわ、すごく良くないわ、とってもとっても悪いことだわ。だから私と瀬崎さんが違うのはたった一つだけ。任せ！私、悪人なんです。私たちの違いって本当にそれだけだと思うんですよ。ねえ瀬崎さん、犬が好きという人と猫が好きという人って絶対に相入れないものかしら。任せ、やめろ。私はそんなことないと思う。互いのことを理解し合えばきっとその魅力が伝わると思うんです。私たちもそうなの。良いことが好きな人と悪いことが好きな人、違いはそれだけ、たったそれだけ。だから瀬崎さん、任せ、考えて。私がどうしてこんなことをしているのか、瀬崎さんにはそれを考えてほしい、そして理解してほしいの。任せ。悪人がやることだから意味なんてないと思わないでほしいんです。まともな人間には到底理解できないと思わないでほしいんです。悪には意味があるわ。やめてくれ。でもそれをすぐに理解してほしいなんて、私のわがままだとは思ってはいるんですよ。だって瀬崎さんはこの良い社会で良いことに囲まれて育った根っからの善人なんですもの。悪いことなんて一度も考えたことがないんでしょ。悪って何なのかを全くご存じないんでしょ。頼む。だから今日考えてみてください。悪と生まれて初めて真剣に向き合ってみてください。私もできる限りのお手伝いをしますから。ほら瀬崎さん、見てて。これです。これが悪いこと。なぜ人を殺すのは悪いことなのかしら。なぜ人を生かすのは良いことなのかしら。それはなぜ、なぜ。さあ瀬崎さん、考えて。悪いって何？やめてくれ。悪って何かしら。やるから、考えるから、もうやめてくれ。大丈夫、きっとわかる。理解できないなんてことは絶対にありません。だって私たち同じ人間なんですもの。瀬崎さん、
あなたにもわかるから。きっと絶対に